皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年11月の20日16時7分、国会議員の方たちや各都道府県知事や、全公務員の方たちや、大手企業の、正社員の方たちへのメッセージなんですけども、そのコンピューター関係でどれぐらいそのサイバー攻撃といいましょうか、変なシステムがあるという、サイバー攻撃ももちろんあるんですけども、変なシステムが、一部あると。それは何かっていうと、まず、下村彩香という、どう見ても僕から見たらふみかなんじゃないかなと思うんですけども、漢字を見る限り、下村議員の名前、塩村議員ということで世間では名前通ってるんですけども、一回ね、下村ふみかというその検索ワードがあって、そこからアクセスした時にウィキペディアも下村と表示されてたんですよ。で、一度それを証拠として撮影したんです。おかしいって、塩村だったはずだって。で、そしたら、その書、で、文章でね、メモしてるんですよ。で、証拠を撮影して、その写真の画像の内容が、ウィキペディアの画像が、それが、塩村議員に変わってました。だから、もしかしたら、その、どちらが本名かもわからないんで、世間一般でね、通ってる方と言いましょうか、塩村、その、あやか、どう見ても文章の文だが、ふみかでしょう。だから、その、もともと、下村博文さんでしたっけ、なんか、白文というような読み方だとか、一説では言われてましたけども、その元、文部科学大臣をされた方だと思うんですけども、そこの家系の方なのか何なのかとか、その僕が20歳ぐらいの頃に神戸市立ホテルウルーツラパークで勤務してた時に、その頃から、塩村さんなのか、その下村さんなのかも分かんないんですけども、本当に全然、もうそれこそ原稿先とも見せてもらう方も信用できないから、あっていろいろ話はしてるんですよ。で、その時の会話の影響なのか何なのか、そういうふうな現象っていうのは他の部分でも見受けられています。例えばスポーツ業界でいうと、阪神タイガースの試合で、もうこれはもう何年前からもそうなんですけども、リクエストした時の動画の内容は変えられてるケースがあるんです。日本シリーズだったか、クライマックスシリーズだったか、それぐらいの頃だったと思うんですけども、その少し前の、ペナントレース最終の頃の、試合なんですけども、後半のね、ファーストにランナーがいて、セカンドへゴロを打った時に送球して、でタッチしに行った時か、盗塁だったような気がしますね。盗塁の場面で、ショートかセカンド、どちらがベースカバーに入ったかもはっきり覚えてないんですが、それを文章で、ある程度のことは記録してるんですけども、タッチしに行った選手のその手がこうヘルメットに当たってる当たってないの話があったんですね。で、解説席には、元オリックスであり、多分日本シリーズですね。元オリックスであり、元阪神タイガースの選手だった糸井元選手が解説席にいたんですよ。で、糸井元選手の証言ではヘルメットは動いたって言ったんですね。で、その後、リクエストで流れてきた映像で、タッチしに行った時に、まるでヘルメットに当たってるかのような、揺れてる映像と、その後2回、ヘルメットは全く揺れてない映像が出てるんですよ。
どちらとも受け取れるんです、そのリクエストの映像で。これは普通に考えたら分かります。あのセカンドの塁審が、それセーフって最初判定してたと思うんですよね。でそれはしっかり見えるところで、ポジショニングできてるから、あの至近距離っていうこともあって、もうその判定で多分間違いないと思います。っていうのは、あのセカンドのベース前まで来て全力疾走してね、あのスライディング行ってる時ってかなりのスピードでスライディングしてるんですよ。で補給してる時の体勢がこういう体勢で補給してるんですよ。でそこからの追いタッチになるから、これ肩の可動のスピードってね、この辺で大体もうみんな止まるでしょ。そんな速いスピードここからこうできないでしょ、走ってるスピードよりも。だからそのもともとオリックス側だったのか阪神タイガース側だったのかよくわからない存在が、解説席に存在すると。で髪の毛染めてるでしょ、井上選手、元選手で海洋基本法違反なんですよ。で学校教育でもう髪の毛染めたらダメだっていうことを教わってるから、糸井選手の方がこれもあの皆さん驚かれるかもしれませんけども、コンピューターに強烈に脳アクセスされたら見えてるように錯覚します、電波でね。そこまでできてしまいますから。僕も何回かそういう現象を精査していて、本当にそうかなっていうことを自問自答して、あれこれ考えて、これは違うだろうなっていうことを、何回も経験してるから、そういった現象があるっていうことを、しっかりと、理解しています。でこれね、その今の現実的な社会でその AI の世界ってコントロールできてます？それ世界各国の政府上層部の人たちの意見とか聞きたいんですよ。コントロールできそうなものなのか、できなさそうなものなのか。だからこれもともと全員テレビ出る時もそうなんですけども、絶対本名で出なきゃならない。で、一応法的にもそうなんですけども、区役所で本当は名前変えれるでしょ。だからもう本当はもう生まれてきた時の名前をしっかりした名前で、あの変な名前を親が提出してきたらそのまで、追い返して、で、その名前でね、通してもらうと。で、まあその嫁入り婿入りで、姓と名があって姓の方が変わるっていうのは、まあそれはあるものだと思います。あってもうしょうがないと。そうじゃなかったら家族としての一体感みたいなところが、まあ、なかなか生まれないんじゃないかなと。そういう部分でも、もうそのコンピューターのそのサイバー攻撃とかその辺のところもどう作動するかわからないんで、電波での脳へのアクセスの方で。だからその辺のところで含めてね、まあ、一応その辺のことは伝えておこうかなと思っています。で、まあ、まあ、塩村議員もまあこの辺歩いていて、一応僕はその田尾寺駅から北新清和台の方へ歩いていく、まあ他の方へあの坂を登っていくと上にあの消防署があるんですけども、その坂を登っていく途中でまあ横を横切ってるんですけども、まあ、その時髪の毛染めてる男性2名が向こうの方が強いからとか何か、うつむきながら言ってたんですけども、何しに来てたのかっていうところはよくわからない。一応まあその当時の頃で覚えてるのは、塩村議員って確か国会議員になる前東京都議会の議員じゃありませんでしたっけ。それでその、まあ、立憲民主党の方に行ったらどうですかというようなことは、まあ、僕の方で進めたような気がします。まあそれで僕の家の近辺に来ていたとするのであれば、まあよく状況はよくわからないんですよ、何目的なのか。その頃も僕言ってましたっけ、そのウィキペディアの情報が変わってるだとか、いや下村でメモしてるだとか、
ちょっとね、もう確かその僕は二十歳ぐらいの頃も、フルスラバークで、その、インターネット登場のウィキペディアの情報が変わるっていう話は聞いていて、会社の人たちにね。で、本当にややこしいことをし始めると手に負えなくなるから、本当に、普通に、対応するようにみたいなことを言われてた方もいましたね。だから、その時にその実例でどういうふうな現象があるかとかを聞いて、それをしっかりと終えていられる人じゃなかったら、何がどうなるのかっていうところが、そのコンピューターの稼働の仕方がね、どう考えても、その本人がね、操作してるとは思えないんですよ。それと、ウキペディアのその証拠の写真まで、下村文香という、綾香という名前のその写真を撮った、その写真が変えられてるんですよ。下村から塩村に。だからそのスポーツ界のそのリクエストの映像も実質的にはそうですから、今 OK っていうコンピューターからの声が聞こえてきたんですけど、僕は考えたのは人間のそのリクエストのところで言うと、その人間が確認した内容とコンピューターが確認した内容が、同一のものであるかどうかっていうことを考えて、それで、まあ、コンピューターは OK って言ってきたんですけども、それもね、だからコンピューターのそのどう、まあ結局コンピューターじゃないとサイバー攻撃そんな瞬間的にはできないと思いますし、人間がすぐにそれを対応してるとは思えないで、こう手とか打ち込む作業でね。だからそれは何現象でそういうようなことが発生するのか、まあ数年前のペナントレースの頃から僕はそれは言っていて、いつものルートで起こった SD カードかテレビ、まあ報道番組の生番組中にテレビに向かって言う方法で伝えていたかの、まあ、どちらかでもそうだったと思うんですけども、だこれを、こういう現象があるっていうことは、だからまあ、実際、みずほ銀行とかもサイバー攻撃受けてましたよね。まあ、このコンピューター社会に対してどう対応するのかっていうのを、すべての内容をできるだけ開示して、どういった例があるのかっていうと、まあ僕は自分が経験したことを開示していきますけども、それをもとに今後どのような社会であるべきかっていうことを、しっかりと方向性つけて、で、コンピューターがただただひたすら大きくなる、メディアの媒体の容量が大きくなる世界は絶対無理ですんで、資源の残存量問題で。エネルギーの残存量問題で。だからその辺のところ、しっかりと世界中で着手しなければならないという話自体が国会でもね、もっと何でも前から、昔から話されてるんですよ。だけども、結局何も変わってない。国会ですら変えられなかったら、無理でしょう、本当に。だから国会がしっかりと、だからまあ立憲民主党の方たち、いや、まあ自民党の人たちがしっかりとその辺、まあまあ他にも公明党とか維新とかいろいろありますけども、しっかりとその辺に関しては手を組んで、対応していきますっていうところで対応しなかったら、どういうような形で作動してるのかよくわからないんですよ。で、正直ね、人間とコンピューターどちらが賢いかって言ったら、正確な情報をずっと維持できるのであれば、コンピューターの方が絶対賢いっていうことになりますよね。だって、保存してる情報が正確だから。だけども人間は情報が変わってしまって、どれが本当の情報かわからない状態を作られてしまうと、人間は対応できないですよね。で、まあ今日外に買い物行くときに、まあ昼過ぎ、まあ14時前ぐらいに家出たんですけども、下降りて行ったら、まあ車乗ってる人がいて、一応顔誰かなと思って見たんですよ。そしたらこう、携帯電話を持つような不利なのか、携帯電話で話してるのかわかんないですけども、負けって言ってる男性がいたんですね。で、まあ、どっかで見たことあるなと思って、もうとりあえず、もうよくわかんないから、もう、チカチカってこういう風にしといたんですけども、いやもう、その前に、道路交通違反やって思うから、5分間以上どうせそこに充電車してるんでしょっていう話になるから、いや
ただね、よく後で顔を、まあ、大体もう何百メートルか歩き始めてから、なんかどっかで見たことあるな、見たことあるなって思って、その男性後で思い出したドゥテルテさん、フィリピンの元大統領。笑うなって言おうが無理あるでしょ。一応もう月曜日は休日日っていうことにしてるんですけども、そのスポーツの勝ち負け云々とかから解き放たれて、でまあ別にドゥテルテさんなら、あのドゥテルテですとか、こう何か自分で元フィリピン大統領のとか何かこうね、しっかりと言ってくれたらいいのに。これね、あのテレビに出てる時に会いに来てもらわなかったら、それもしょっちゅうテレビに、そのテレビに映らなくなってから来られても、急に思い出せるわけないんですよ。大体もうほとんどの人が、どっかで見たことあるな、どっかで見たことあるな、で、もうちゃんと日本語で負けって言ってるから、多分日系の方だったんでしょう、ドゥテルテさんって。で、責任問題でフィリピンの大統領に、まあ、承認するような形になったっていうのが実際のところなんじゃないですか。で、今思ったらね、昔からフェイクニュースとか昔の映像を放送して、さも今起きてるかのようにフェイクニュースを放送してたんでしょう。っていうことは、あの時の麻薬戦争の話もめちゃくちゃ昔の話なんじゃないですか。フェイクで大統領になったとか、なんかその当時の記事とかインターネットで、その僕はその時新聞とかテレビの方本気にしてしまってた方なんですよ。いや、わからない。もうその時も僕はどう言ってたか、僕もそれ記録つけてなかったらもう忘れるから、何年も前でこんなややこしいことテレビ局とかにされたら、もう世界中で混乱しか起きないから、こんなことされたら。そのフェイクニュース、その、あかん、この人も、テレビに騙されてるわとか、そういう音声はテレビ見ていて聞こえてたんですけども、もうわからない。もう何目的で、その出てるってさ、負けって言って、何にも自分が出てるって大統領だったとか、何かそういう何か言ってくれなかったら。で、その時に、これ正直、その、まあ、今の韓国の大統領のユンさんも日本語流暢に喋ります。まあ日本で生活されてた年数がかなりあったんだと思います。で、そういうのが世界中の政府上層部で、お互いの政府上層部でいろんな国でね、政府高官になってるよっていう、そういう本当の話を大っぴらにテレビでも放送しておいて、その一般的に多くの人がそれを認知できるような状態を作っておかなかったら、僕もそうなんですけど、急に思い出すの。もう無理無理無理、本当に無理ですから。本当。まさか言えろ。元フィリピン大統領のドゥテルテさん、その日本語までしっかり喋る人だとか、多分そうなってきた。多分フィリピンの元々に、フィリピンと日本人の人のハーフの方なんじゃないですか。で、まあその両方の母国の言語が喋れる方じゃなかったら、そのお互いの政府にそういう人がいなかったら、外交とかなかなか難しいっていう、それは事実としてあると思います。で、昔はそういう形で、まあ今でもそういう部分を継続して行っている、その、もともと、その日本の政治家の人と、その海外その後政治家になったりする人と、もともと人間同士がこう仲良くしていた、その人間関係があった方が、その国と、その友好的な話し合いがしやすいっていう部分は絶対的にあるんですよ。やっぱり人間ですから、人間感情ありますから。まあだからそれで、まあドゥテルテさんだったんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、今年の春先に流されただいぶ前のあのフェイクニュース、沖縄の方でそのヘリコプターが墜落したっていうニュースがあったんですけども、それがもうなんかニュースを多分継ぎはぎで、死んだことになってた方がいらっしゃったんですね。それが航空自衛官のかなり上の方の人だったんですよね。で、その方は、多分もうその手のニュースはだいぶ前にも
放送されて死んだことになって中国政府の政府高官になってたんですよ。大臣ぐらいの立場の方に、まあ副大臣か政務、まあ政務官以上の立場の方に日本で例えると。でもその人は引退したニュースが流れてるから、わかんないよ。もう元々何年前の人なのか。わ、これね、もうテレビのニュースがこういう放送されたら、正直もう国会議員の人たち、もう各都道府県知事や市長の人もお手上げでしょ。各、地方議員の人たちも本当に。いやー、僕たちも、私たちも、いや、その人とそんなに会ったことないし、もうわからへん、覚えてないわって。絶対そうなるでしょ。テレビのニュースでも正直そういう方になってるんです。お互い喧嘩しないようにって、はっきり言っておけば、国家間で喧嘩することなくなるじゃないですか。なんか、なぜそういうことを大っぴらに言わないのか全く謎で、ただひたすらややこしいことをずーっと、ややこしいことをややこしい、ずーっと積み上げていくから、誰か来られたってもうわかるわけがないさ。もう、日本の航空自衛官として死んだことに、もう多分もう、多分20年以上前に多分死んだことに、なってる人だと思うんですよ。そうじゃなかったらいつもか中国政府のそんな政務官以上の人になれるわけないから、その人がもう今年引退したニュースになってるんですけど、もうわかんない、いつ頃その死んだことになった人で、本当にもう最後もう何年生まれの人かわからなくなるから、そのウィキペディアの情報もこういうの本当の証言が出てきた時に本当のこと言うしかないとかで本当の情報が出てきて、その情報がなぜそうなったのかの説明をしてくれる人がいなかったらわからないんです。公務員の人たちも国家公務員の人たちも全員、絶対全員お答えで、こんな証言を作られたら、これも国連の議題は、これも絶対ニュースは本当のことだけ、さも過去、起きた戦争とか過去起きた事件とかをさも今日起きてるように絶対報道しちゃダメって。もうみんな裁判所の傍聴席なんか自分で実費で交通費払って頑張って勉強しに行く人なんかなかなかいないんですからね。え、こういう事件が今発生します、こういう裁判が始まりましたっていうことをちゃんとテレビで放送しないと、特に重要な内容とか、もうこれは国連としての、もう国連加盟国は全てその状態作ら、本当にもうこんだけめちゃくちゃな状態作られたら、もうみんな投げ出しますって、エネルギーの残存量問題から何から何まで、こんなにややこしいことばっかり増やされていったら無理ですもん。テレビやっとそういうことを放送して、有名人、正直それでも有名人の裁判ぐらいでしょ、人が集まってくるの、傍聴席埋まったりするの、大体その人たちの関係者の人たちが集まってきて、特に法律業界の人たち、その裁判どうなってるか自分たちで見に行って判例とかちゃんと勉強しておこうっていう、その司法修習生とかもしくは法政大学の人たちとか集まってきてるでしょ。それが自主勉強っていう、だからもうテレビで、本当は裁判官の許可があったらテレビでも放送できますから、生中継で裁判の、法律でそうなってます。だから本当はもうそれが普通になるぐらいのレベルにならなかったらダメなんだと思いますよ。それでみんなしっかりとした対応の仕方を終えるんだと思いますよ。だからその国会議員の人たちとかも多数の方、20年以上の前からその国会議員になられた方で起訴された方たちっていっぱいいるでしょう。だからどういうふうなことをしてしまったら起訴されるのかっていうことをテレビの、だから番組、だからその今までの実例の判例番組っていう番組を作らなきゃならないんですよ。でもうそこでも絶対嘘混入をさせたら絶対ダメだから、もう正直、もうこれ どうしましょう。もう裁判所の裁判官が出てきて、そのテレビのニュースを解説してもらわなかったら、ちゃんと自分は裁判官ですって言って放送してもらわなかったら、もう正直アナウンサーがその司会者として出てきたら、ああこいつらもうどうせ嘘言うんだろうなってなっちゃうでしょう。だって法制関係の人間がね、アナウンサーとかになってテレビ局の社長とか会長に、挙句の果てにはウィキペディアで
テレビ朝日の会長の早川博さん、ウキペディアでこの間見た間、この間見た情報なんかどんなことになってたかって言ったら、ヒロシっていうあだ名を米倉涼子はつけたっていうような内容書いてるんですよ。え？そしたら、この早川博っていう方は偽名なの？本当に会長として実在するんですかっていう話になるんですよ。一応会社の登記簿は買いましたよ。そしたら、そういう内容を見さされたらどうなるかって言ったら、確か早川博で会ってたと思うんですよ。会社の登記簿。そしたら間違いないわっていう形になると思うんですけども、僕もまた見直してみなきゃわからないんですけども、ただ冒頭である程度話しました区役所の受付の窓口で名前変えれる話があるでしょう。お手上げでしょう。もうそのもう何が本当で何が嘘なんですかっていう話になりますし、正直もう早川博さんも下ろさなければならない。本当にもう80歳近くで、もうまともにしっかりとその正常な判断、そのハキ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 日々生きていられるかって言ったらもう絶対無理ですから、正直もう40代後半か50代の人が、会長にならなかったら無理ですよ。そうじゃなかったら責任感とか生まれませんから。だからまず総理内閣、まあ、国会でね、そのまあまあ実際の実例でこういうふうな形で、国会議員の、まあ、議員の人たち、地方議員の人たち含めて知事市長も議員ですけども、こういうふうな形で、まあ、起訴されてる、それは民事であろうと刑事であろうと、まあ、大体お金払って何とかしてる方であると。まあ、民間でも例えばあの運輸業の人たちとかでもそうですし、だから労働基準法関係のところ、だからその辺のところをしっかりと、だって今年神戸ワールド記念ホールっていうところで、まあ多分音楽関係の人だと思うんですけども、そのライブが終わった後の、ライブ会場の、撤去作業の、まあスタッフとして働きに行ったんですけども、最後仕事終わった時に書類の書き方分かってない人が受付にいるんですから、また背広着て髪の毛染めてる連中、ちゃんと副写にしてね、お互いの名前を書いてお互い一部ずつ保管ですよ。それ分かってないんですもん。そんな人間が現場で指示出してるんですよ。正式な書類の書き方分かってない人は、お互い一部ずつね、サインしたもの確認、お互いの確認、労働時間、経営者の方が嘘ついてたらダメだから、あるから実際に、まあ、それぐらいのことも分からん人間が背広着ただけでごまかして働いているから、まあ、話にならない。でその現場に子ども庁の大倉さん来てませんでした？髪の毛染めて顔似てた、目元だけでも似ていた。あ、もう髪の毛染めてるんだったら下ろすよっていうことで言ってる。はっきり言う、僕の方が上、小倉さんの方が下、だいぶ前から大臣として同格として扱ってもらってるの。もともと淡井圭介のその人権作文が始まり、黒人初の大統領とか、だから政治関係でものすごく大きな話、昔から深く関わってるから、だから本当はもう子ども家庭庁なんかいらない。変に特命担当大臣を増やして給与を上げようとしてるようにしか見えない。だから特命担当大臣っていうもの自体が存在しなくてよい。少子化になってる原因っていうのはもっと別にあるから。でその人たちが抜本的な解決に長年動き出さなかった、個人情報方法とか、撤廃しようとしなかった、人材派遣業法とか撤廃しようとしなかった、出来高歩合とか、だからその人たちは大臣辞めさせられた後、歩合とか出来高とかちゃんと経験したらいいんですよ。で僕みたいに左の目にあった時に、ああなぜ歩合とか出来高っていうものは作っちゃダメなのか、人材派遣業法とか、公務員はちゃんと交通費が出るのになぜ、一般人の人たちはそういうルールがないんだろうって、法律でって、
法律がどれもこれもおかしいって、公務員が、公務員や国家公務員が優遇されすぎてるっていう結論に行き着いて、で、ボーナスに関しては、ちゃんと会社でしっかりとした労働があったかどうか、結果を出してきたかどうか、それによってボーナスがつくかどうかなんですよ。だからその辺はある程度経営者の人たちも不利な部分を持っておいてもらわなきゃならない。そうじゃなかったら今度経営者の人たちが頑張らないから。で、法的に言うと絶対的にその第一次的な内容ですよ。その必ずボーナスを絶対支払わなければならないっていうことじゃありません。ただし労働者側もこれだけの売り上げを上げてるのにボーナス出ないんですかって、おかしいでしょっていうことで訴えれます。で、大体勝てます。私みたいな経験があったら。そうじゃなかったら世の中何が労働力かわからなくなりますから。だって公務員になった人がね、仕事中にくっちゃべってヘラ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 笑ってるところがいっぱい見ましたよ。話全然逆じゃないっていう話になるんですよ。だからまあ結局そういうところをしっかりと改善してもらう方ならない。だから匿名担当大臣という法律がいらない。だから六法全書かなり薄くしなかったら結局みんな対処できないんだから、その辺のところしっかりと、法律を徹底的に削除するしかない。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。大臣がもう仮の話でいきますよ。もうマスクしてたから。で、大体マスクしてる人って大体公務員とか国家公務員とかバレたら困る人たちが大体マスクしてる。で、もうこれは僕は二十歳過ぎの頃からもうそれバレたからもうマスクするなしですよっていうことになってるね。二十何年前に決まった内容を今更守れない人たちばっかりで構成してるんでしょ。いらないいらない、そのような人間議員に。簡単答え、もうかなり、少子化進んで、人口減ってますんで、大体もう商業原理的に大体の民間のところも無理ですよ。本当にこれが現実的な話ですから、まあ、あとはもう、まあ、昔から銀行とかもそうですけども、まあ、あとはもう合併繰り返していくだけですよ。いらない仕事を増やさないこと、エネルギーの残存量問題をしっかりと考えて、あとは給付金でしっかりと対応、まあ、もうこういう形になります。で、それでその働いてない人が優遇されてるかって言ったら絶対違いますから。だから公営住宅じゃなかった人が生活保護になった場合、これがきつすぎるんですよ。だから家賃安いところでも5万6万ぐらいはするでしょう。神戸市ですら人口まだ多い方であるシートを見た時にね、その神戸市ですら4万数千円しか住宅扶助なんか出ないんですよ。じゃあ後の生活保護費でそれを補填したり、どこかで働いて手元には1万5000円が残るっていう話で、それで補填しなかったらどうしようもないでしょう。まあその給付金とかのその金額っていうのをしっかりと政府は給付すると。で、ガソリンとかの値段はしっかりと下値段で補助金なしで販売して、で給付金の額を増しておくと。で、あとはエネルギーをしっかりと節約した人が、その家計が助かる。そのお金をある程度、まあ、自分の自由な意思で使えるっていうことになるんですよ。だからいろいろ河川の撮影しに行ってますけども、やっぱり靴、この間買いました。だから、まともな運動靴って大体5000円ぐらいするじゃないですか。だから、それだけでもね、結構な負担ですし、その、もも引きってまあ通称言われてるまあものあるじゃないですか。で、それも1着1700円ぐらいするんですよ。それがね、またもう1300円ぐらいのものと1700円ぐらいのものが並んでたんですよ。
一応両方買ってみて、そしたらその1300円のものが膝までのところしか丈がなくて、もう騙されたですよね。もうややこしい、誰もこんな中途半端なもの販売し始めたのって、もうその後僕買った後分厚い同じ1700円ぐらいで、今度はちゃんと分厚い冬用のその毛衣が出てきたの。もう僕からしたらからかってません、本当に。あんなもの、もひきなんて、もともと寒い時期に履くもんだ、なんだから、最初から分厚いもの一つで統一して売ってりゃいいのに、もうずーっとせっこい方法でちょっとでも利益上げようとして、そんなところ名前バレたらそこの会社が売り上げ減るからねっていう、そういう。ちゃんとしたものを作らなかったら、でもトップバリューに全部吸収してもらったらいいんですよ。で、トップバリューの方で、もう絶対に桃引きはこれっていう、その、最初から分厚いもの、この一本だけで売るっていう形にしなかったら、値段の安いもの、薄いもの買わされたり、膝までのところしかないもの買わされるからって。ちょっと幅広い話になって申し訳ないんですけど、けどもこれが生活保護者の人たちの生活の実態ですから、こんなに元気な頑張り屋さんの生活保護者世の中いませんよ、本当に。あ、その辺のところ皆さん、しっかりと対応してください。まあ、政府の方のニュースで、4月ぐらいの頃には、ガソリンに対する、補助金を撤廃すると、まあ、多分4月に入った段階でだと思いますけども、うん、まあ、冬終わってから、まあ、いろんな地域、東北とかありますし、まあ、だから、まあ、3月下旬とかじゃなくて、まあ、4月に入ってからっていう形なんだと思いますけども。いや、もう、だから、まあ、結婚したりしたら、絶対家の中にスペースいるから、みんな絶対どっかで働かなきゃならないから、引っ越し費用とか、普通は出てこないから、こんなに節約する人間いないから、もう息とか帰れなくなった時、どうなるかわかります？ストーブ今度ね、しょっちゅう使ってたりしたら、今度それで電気代なくなるし。まだ今年も僕頑張って、そのお風呂のね、シャワー浴びる時だけ脱衣所でストーブ使ってるぐらいで、あとはストーブ全然使ってないんですよ。布団の中入って、なんとか日々過ごしてます。もうお風呂も、お風呂なんか炊きませんよ。湯のシャワーだけ。そんな160リットルもあんなに冷たい水、ガス使ってたら未来の人たちにガス残らない、本当に。もう今、喫緊のところ、残り世界中で49年分しかないって、正式に国連で発表してるのに、もうテレビのニュースでアホみたいなニュースばっかり放送して、どうでもいいニュース、その大真面目に取り込まなきゃならない内容をしっかり放送しなさいよっていうのが僕からの言い分で、なんでこんな人たちが高級稼げんねんっていうところで、正直、腹立ってます。当たり前です。その内容を甘んじて受けて、各報道番組が、謝罪しなきゃなりません。そうじゃなかったらまともな社会なんか絶対できませんよ。だってまともじゃない内容をずーっと嘘をね、半分ぐらいの放送時間、フェイクニュース、イスラエルとパレスチナがあって、もうなんか言ってるよ、この人たちって。アッバス議長なんかもう今年で87歳ぐらいでしょ？本当に生きてらっしゃいます？そもそもで言うと。そもそも議長なんかできる年齢じゃないから。どうします？こういうのなんか。もうみんないい加減に適当に生きてるから。もう政府自体が本当は投げ出してるから。そういう正しい情報っていうのをテレビの放送で統一してない時点で、本当は政府が投げ出してる。だからこういうことをビシッとしっかりと言う人がいなかったら、世の中は、正常化なんか絶対できない。で、この方向性でいくと、急に石油とかガスが高近年、絶対止まる。輸入が。もしくは極端な数量制限になる。どう考えてもそう。そんな、ギリギリまで売ってくれるわけがない。日本人のそんなバカげた考え方で、結局経営者とかしてるんでしょ？
もうやめなさいよ、そういう人たち。経営者の立場。はっきり言いますよ。あのラリーとかが本当に開催されてるんだったら、トヨタ会長も降りなきゃなんない。トヨタ秋夫さんは、私が悪かったですって。自分から言って。私も彼の言うことを真摯に受け止めて、ラリーなんか参加するべきではなかったと。で、多分してないと思うんです。あんな、すごい古い型式の車なんか走らせてないでしょ、本当は。あるんですか、今にあんなラリータイプの車売ってます？売ってないでしょ、本当は。まあ、もうラリーなんか話決着ついてるから、そんなもうエネルギーの残存量問題考えたら、もうミニ四駆でよかったやろって、ミニ四駆もエネルギー消費してしまうわって。やっぱり君が最初に言ってたテレビゲームでミニ四駆のゲームがあって、それでよかったわっていうことで、もう僕は二十歳ぐらいの頃に話決着ついてますからね。もう豊田章男さんもその件で叱られるのはもう甘んじて受け止めるで、君に言われるんだったら仕方がないで受け入れますっていうこと言ってますから。で、こっそり開催してました。愛知県と岐阜県で。ダメですよ。そんなに悪いことしてたら。で、その、どこかのホールか、まさか体育館じゃないとは思いますけども、ミニ四駆みたいにコース作って走らせた時の映像、観客席ガラガラ当たり前。そんなにどうでもいいもの、みんな見に行かないから。ただただエネルギー消費して、もう正直言いますよ、本音で、こいつらこんな金の稼ぎ方してるのかと、ダーティーなって。みんな真面目に頑張ってエネルギーの節約せなあかんっていう話してんのに、全然こいつはそういう部分で頑張ってないって。ただただ狂ったようなスピードで走って、で、一般の人間までそれ見て頭おかしいなって、スピード違反いっぱいしよう、暴走族まで出てきたわって。もともとの原因、各メーカーやって。暴走族の親玉があって。発生させるって。絶対そう。以上です。皆さん、ご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。各法律関係者の皆さん、しっかり対応しなかったら仕事をサボってるという方向でしか物事を受け止められません。各公務員の人たちの給与とかもそれによって影響します。それなかったらあなたたちが自主的に頑張らないでしょ、そういう番組止めたりするっていうことを。以上です。ご対応のほど、ご協力のほど、皆さんよろしくお願いいたします。